2024年6月16日楽天戦。打線は1回2回のチャンスを併殺で無得点に終わると、2回にはエラーが絡み3失点と完全に流れを持っていかれ、続く3回には先発のアドワ選手がツーランを被弾。序盤で試合が決してしまったかな。守備はの、普段どれだけ引くわれておるか考えると攻められんわい。それでも4回からは相手に得点を許さず、7回からは今季初登板の遠藤選手がランナーを出しながらも2イニングを無失点で流れを引き戻すと、終盤に3得点とあと1本まで追い上げを見せてくれたね。そんな序盤の失点さなければ、と言いたくなる一戦にファンの反応はというと、最後の反撃はいつもとは違ったカープの交流戦を見れたと思う。トータルで見たら交流戦勝ち越しているし、交流戦になったと思う。牛タン食べてリーグ戦再開後も頑張ってほしい。なんで今までアドはと組ませていい感じだった石原を急に坂倉に変えてるんですかね。少し坂倉が打ったらこれですか。だからひいきだって言われるのよ。今日一番悔しがってるのは菊池選手だと思いますが、菊池選手には何回も守備で助けられてるから、今回は攻めることができない。エラーをしない選手はいないから、今日の悔しさを忘れずに頑張ってもらいましょう。なんだかんだ言って 1,2 回のダブルプレーはあかんよ。しかも両方とも初級やし、空流れも悪くなるわなって話。まあ全部が全部勝てるわけちゃうし、結果的に調子のいい楽天に勝ち越せて交流戦も勝ち越しで終われたから良かったんじゃないですか。交流戦勝ち越し、これ以上贅沢は言えない。さすがに今日は勝てる流れではなかったな。まあいつもみたいな無抵抗完封負けじゃなかっただけ良かったと思う。とりあえず明日から4日間しっかり休んで、リーグ戦頑張ってくれ。さすがに今日の負けは想定内。しかしながら、苦手な交流戦を貯金に持っていけてセ・リーグ首位になれたのはあっぱれ。ついでに楽天さん、交流戦優勝おめでとうございました。何度も助けていた守備陣、こういう日もある。負けたけど最終回の攻撃は意地が見れてよかった。交流戦お疲れ様でした。ミスしたことより交流戦をしっかり戦い抜いた選手をねぎらう声が多い印象だね。最後も勝ちたかったがな。ほっほっほ。まずはしっかりと疲れを抜いて、またセ・リーグの戦いを勝ち抜いてほしいかな。ということで、交流戦最終戦でした。